正直どの炊き込みご飯よりも確実に美味しいキノコご飯の作り方。キノコをフライパンに入れていくんですけども、揉みながら入れるようにしてください。キノコの細胞が壊れて旨味が引き出しやすくなるほか、香りがめっちゃ引き立つんですよね。大さじ1杯ぐらいのお水を加えます。蓋をしてごく弱火で5分ぐらい蒸し焼きにしていきます。蓋を開けましょう。バターですね。塩一つまみ全体的にかけていきます。バターと塩をキノコになじませる。中火に切り替えてぐっと押さえつけて、焦げ目がつくまでしっかりと焼いていきましょう。香ばしい香りしてきましたね。裏面見ていきましょうか。キノコの焼き色ついてますね。火を消しましょう。お水を加えます。塩昆布、めんつゆですね。旨味と香りをしっかりと引き出したキノコですね。こちらを炊き上げていきます。炊き上がるまで筋トレをして、マッチョ開け、ごマッチョ。キノコの香りがたまらない。切るように混ぜ合わせていきます。旨味と香りのアナボリックや。